長いんで、いいですね、これうーんって音が伸びるというかね、すごい美しい音です ね、 今ちょっと調べたけど、これ、うん、これはギブソンのね、1936年アドバンスジャンボっていうモデルの、再現モデルね、2022年ので、もうそのまま、もう本当に再現してる、シバのこのかっこいい、これ36年でめっちゃかっこよくなかった、うん、今もかっこいいけどジャズギターでもね、こういうポジションマーク見たことあるもん、ね、はい、でこれはもうそう、ファイアストライプというね、このピックガードとかで、これは1936年に300だけを、300本を作った。で、それでもう消えてしまった。だからあんまり流通してないというか、うん、知られてない、うん、まあ知ってる人は知ってるみたいな感じ、うん、もうオリジナルだったのもかなりお高いと思いますよ。まあ、で、その、ちょっと今見たけど、うん、その、確認しましたけど、うん、その後は J200 に変わっていった。チェンジしていく、うんうん。もう全然違うでしょうけど、うん、これは当時は超大きいでしょ。大きいね、ジャンボサイズで、それを持ったその形を変えて J200 になって、これをやめた、通りでロゴもね、オールドロゴ、そうそうそう、その30年代のロゴで、で、新しいところは例えばウェイバリーのこの、うん、ペグのいいペグついたり、うん、この古いブリッジのこのスルーサドルのね、うん、この感じとか、いいですね、なかなかこれはロースウッド、サイドバックのロースウッドですね、はい、で薄い塗装してるから ね、その木のあれがちょっと見えるね、凸凹みたいな感じがちょっと見えたり、はい、これはいい、ね、多分ね、分かんないけど、うん、これ調べたら日本に多分3本ぐらいしか入ってないんじゃないかなと、うん、そのうちの1本が少しでも見せたい、ぜひ、はい、これはなかなか手に入らないから、これは弾いてて幸せになるような音がしてますね、うん、本当のこと言ったらちょっと無理して仕入れたけどどうしてもなんかこういうのを置きたいなと思って、うんうん、なかなかないから、もう幸せになるね、これ、これ弾いただけで。こういう感じのすごいゴージャスなストロークになるね。いや、これは何弾いてもいけますね、これ。基本、なんていうかな、もう出来が違うというか。カスタムショップだから、一番上のブレードが。作るのもやっぱりすごい力入れてるし、昔と同じように作るのもかなり力入れてます。ちょっとネックがね、ナット幅が少し、うん、太いでしょ、ネックもちょっと太い、うん、それも当時の、うん、頼りがいがあるというかね、そうですね、なんかネックもなってるような感じがするね、それは絶対あるでしょうね、幅が広い方が、はい、あんまり狭いとね、なんかもうこんな感じになるけど、はい、これはすごいやっぱりオールドっぽいよな、この幅も、うん、僕もあんまり荒木さんならガットとかも弾いたりするから、うん、何でも対応できる、僕はあんまりね、広いの広すぎるのは苦手だけど、うん、これ触ったら広いなと思うけど、弾いたら全然全然馴染む幅というか、ね、そう、すぐもういい感じになりますから、はい、例えば幅が広い方がこういう込み入った押さえ方がしても ね、音がねこういう風にならないそうです、ね、ちゃんと音が出てくる、こういう押さえ方をしても、はい、プチプチって言わない、はい、ね、あんまり幅が狭いとね、はい、よくそうね、そうすごい音が太い、作ってる人たちもすごいなっていつも思うね、本当にギブ
ジソンのね音が出てますね、これが。これヴィンテージのを探しても多分似たような音だと思いますよ。そうね、うん、でも値段は絶対違う。だからそういうサウンドを求めるなら、うん、ぜひこっちの方がね、そうですね、これはなかなか貴重な一本だと思います、うんうん、あんまりヴィンテージすぎてもね、ちょっと扱いがなんかすごい気を使うじゃないですか。そうね、1936年だからもうほぼもう90年前の話だから、なかなか外にで持って行ったりね、そういったサウンドが出て、こういうね、新しい楽器の方が、うん、あの使い勝手がいいよ、はい、思い切って外にも出せるしね、うん、僕もね、何回か弾いてみたりしたけど、あの光るのを見るとこの本当にこの芝のがかっこいいな、これがめっちゃ光ってますよ、ね、みんなやっぱりその貝がね、それぞれ違うから、うん、角度によって違うところが違う色でいろいろ光ってます。同じものはここにもね、そうですね、はい、面白い模様ですね、これは。また調べたら何か意味があったかもしれないね、当時には、うん、そうね。あ、音が太い、うん、さっきのギブソンもそうだけど、やっぱりジャズを弾きたくなるような、うん、あ、いい音してる、ね、この辺の、ね、そうですね、うん、この辺ここだけ弾く、はい、おーすごいね、うん、なかなかこれね、あとちょっと今出してないけど、ケースもね、当時のケースを再現してる。ケースもめっちゃかっこいいよ。どんなんだろう、まあ、普通のハードケースだけど、その、うん、例えばあの蓋に赤い線が通ってる昔のようで、あと中にあの紫色 の, あ の, なんかあの当時のケースと同じようにそこまで再現するってすごいな、うん、そのケースにこれ入れるとね、もうかっこいいよ ね, いやすごい。でもいい、あのそれも再現してるけど現代の、ね、いいケース、あの安心して持っていけるケースだから、一番いい、あの、ね、ヴィンテージのようなあの新品のギターだから、すごい、ね、いいよね、最高です。外にも使い、はい、出しやすいし、36年アドバンスジャンボのカスタムショップ、はい、コード弾いても気持ちいいし、はい、単音でメロディー弾いても、うん、あの太いからすごい、そうですね、あ、今思い出したけど、あの指板のマークの横のマークはかっこいいでしょ、あの自分が見えるところ、あ、この赤いドットが、はい、赤い、ドットが赤い、それも昔の、あ、もう本当にどこでも、ね、もうあの当時のやつと同じように、うん、じゃあだいぶもうカスタムショップで気合が入ってるね、もうかなり入ってますよ、この色も ね, ね、あの、うん、オールド独特の、そうそうそう、そうか、さっき言いましたこのウェイファリーのチューナーだけど、テープはあのボタンの形はもうオリジナルと同じその感じだった、並べたらもう分かんないくらいね、新品の
気持ちいい。これはいいですね。はい。